を知ったように書いたビジネスライクな雑誌で予習、言葉の意味を分かってるのか、こっちが心配になってくる。大きく見せてるところは可愛い、そのツケをどこに持ってくるの。自慢話を聞きに来たんじゃない、あなたは私をどうしたいの。時間安くて冷めやすいんだね、そんなこと誰も聞いてないでしょ。無駄に共通点探ろうとしてるが、当たりさせないでもうこれ以上。追いかけたくなる裏にさせてよ、あなたは私をどうしたいの。行くあてもないところが寂しい、響かない心を動かして、隠してるわけじゃなくて、静かにさせてこんな私を。